はい、皆さんこんにちは。今日も始まりましたマグマ小松チャンネル。どうも、マグマ小松です。本日はですね、前回から引き続き女性受けがいいスーツはどっちかっていうのをね、アンケートを取らせていただいたんですけども、まあ、そちらの後編ということで、なんと驚きの結果になりました。皆さんの予想に反して驚きの結果になったので、ぜひ今日はご覧ください。どうぞ。それでは早速ですけども、結果の方を発表していきたいと思います。なんと今回は約700名の方にご投票いただきましてありがとうございました。なんと700名中 86% の方がシンプルスタイルを選ばれました。いやー、予想だいぶ裏切りましたね、これ皆さんね。いやー、こんだけね、みんなシンプルがいいって言われたら、僕もちょっとね、明日から服装見直そうかなと思いますけどね。やっぱこっちの方がいいですかね、やっぱりシンプルめな方がさ。でも、おしゃれですねって言ってもらえるって前回言ってました。大体、まあ、みんなおしゃれやねって言ってくれるんですけど。そうですね。あれは、どこもかですか、どうした嘘ってことですかね。これはこれがすごいですね、これが。これとこれが。いや、マグマさんおしゃれですね、言うてもうね、僕と別れたら次、マグマ服着たもんな。言ってるかもしれないです。これが現実でしたね。僕はもうマグマスタイルが 95% ぐらいいくと思ったんですけど、お伝えした通り、シンプルが買ってしまったので、シンプルなスーツを1名様にプレゼントさせていただきます。なので、もう一度お手数なんですけども、マグマチャンネルの YouTube の動画の方に、Instagram のアカウント名を貼り付けていただいて、選ばせていただきたいと思います。なので、Instagram から DM 差し上げたいと思います。女性の方、投票していただいた方がほとんどだと思いますので、その場合は女性用のスーツでもいいですし、彼氏さんや旦那様、かっこよくしてあげたい人とか、まあ、どなたでもいいので、そういう方にプレゼントしたいですっていうふうに。言っていただければそれで OK にしますので、男性はダメですか？障害男性はダメですね、はい、これちなみに男性公表したの、僕のアカウントの場合結構ね、男性女性に聞きますって言っても男性が投票してくるんで、多分心は乙女の方も多いでしょう、ね、この間脱毛した方がいいですかって投票したんですけど、投票もそこ20人ぐらいコメントくれたんですけど、もう全部男でした。女性に聞いてる、女性に聞いてるのに30% ぐらい女性のフォロワーのはずなんですけどね。言うこと聞いてくれないです。はい、僕と一緒ですね。今日はここまでで終わりたいと思います。じゃあいつも通り、いいね、コメント、チャンネル登録お願いしますね、本当に皆さん。なかなか、今190人ぐらいですね。はい、200人いったらまたなんかやろうかな。200人企画。そんな刻む。さあ、刻んでいきます。細かく刻んでいきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、また見てください。さよなら。